はい、ということでどうもこんにちは、くにです。さあ、今回はね、結構、忘れられがちな、石もらえるところがなくなるんで、そちらをね、紹介していこうと思います。まあ、お知らせ来てるんですけど、マジでこれ見逃しそうなんでね、一応動画にしようと思いました。ここですね、メインストーリー1部から3部の調整について、これ以前ね、ゆるレジェで軽く話されてたんですけど、昔のストーリーのステージ、が、敵がちょっとね、弱すぎて、今のね、レベル5000環境にしては弱すぎて、ミッションが達成できないとか、まあそういったので、リニューアル、されますよって話があったんですけど、それに関してのアップデートで、次回のアップデートではメインストーリー1部から3部までを回収。始めたばかりの人でも、メインストーリーを進めやすくなるように調整を予定しています。調整に伴い、一部のステージが削減されるということで、こちらの、一部の、6章4話から、3部の4章5話、まあ、全部で合計26ステージですね。これが遊べなくなります。まあ、どういうことかというと、ここのストーリーを、ミッションをね、今のうちに達成しておかないと、石を回収しきれてない人は、未回収のまま消えてしまうんで、これ絶対やりましょう。全部で、まあ、ミッションね、全部達成してない人がいたとすれば、石500個近く回収できるんですよね。500個以上かな、確か。はい、回収できるんで、まあ、ここね、なくなる前に絶対やりましょう。削除されるステージには挑戦できなくなるって書いてて、ミッション報酬がね、受け取れなくなるんで、必ず、ストーリーの、1部6章4話から3部4章5話までの、まあ、ストーリークリアしてる人も、ミッションをクリアしないとね、石もらえない場合もあるんで、ね、説明しとくと、まあ、こういったところですよね。はい。こういったところの、こういったチャレンジをね、全部クリアすることによって、石が、まあ、1個につき、21個、もらえるんですよね。なんで、それが26ステージもあるんで、結構でかいですよ、これ。なんで、まあ、これ絶対に忘れないように、すげー忘れやすいと思ったんで、一応、動画にしました。はい。中旬のアップデートなのかな ?11 月の。なんで、割とすぐ来るし、ワンチャン来週来るかもしれないんで、はい。これは、絶対に、全部めんどくさいかもしれないけど、無課金でもらえる、石で、なくなる分なんで、絶対やりましょう。あとは、まあ忘れられそうなところで言うと、このバカ野郎のイベント、まあこちらももうちょいで、あと3日で終わっちゃうんで、こちらの石回収とか。これもね、言って全部で石600個もらえるのかな ?600 個プラス、まあバカ野郎を持ってる人は友情レベル上げてしまえば、ここでもめっちゃもらえるということで、石が、開始できるんで絶対やりましょう。はい、冒険のイベントも石もらえるんで、絶対やるようにしましょう。はい、とりあえずそんな感じかな。ストーリーの、ミッション終わってない人はやりましょうっていうやつでした。はい、ということで残りは尺稼ぎいきましょうか。マジで尺稼ぎだ、これやばいわ。ただのこれの報告の動画だったんですけど、ちょっとガシャ引きたいのないんで、はい、適当に回していきます。おえ、これ何ガシャ？これ何のガシャだっけ？メタルクーラーかな？いや、こういうのあるからね、マジ冒険のイベントもね、やった方がいいですよ、絶対。めんどくさいから、割引単発チケットなんてね、出ないと、舐めてるとこういうことありますからね。これ無料のチケットですからね。いや、マジクーラーかな、どちらかといえば。クーラーの方が欲しいね。さあ、来い。少しだけ現金分けてくれ。歯茎か。歯茎か。これ、貫突なんじゃない多分。あ、貫突じゃないんだ。あと1体で歯茎貫突だ。やばくね？どんだけ出てんの歯茎。あと1体で貫突ってやばくない？別にマルチも何も使ってないんだけどな。はい。サタンは嬉しいね、めちゃくちゃ。使うからね、これ動画で。サタンの動画、まだ、ストックにあるからな。めちゃめちゃ使ってる、最近、動画で。お！悪くないんじゃない？エクストリームの新キャラが欲しいんだよね。はい。これネタ切れじゃないです。ちなみにちゃんと皆さんにね、石を回収してほしいなって思って動画撮ってるだけなんで、これ全くネタ切れじゃないんで、もうご心配なく、うん、パソコンに動画のストック十何本ぐらいあるんで、もう余裕すぎるんですけど、もう本当にどうしても皆さんにね、この情報を伝えたくてこの動画撮ってるんでね。はい。あとなんか話すことあった気がするんだけどな。あ、そうそうそう。覚醒ブロリーと覚醒悟空のガシャ来てますよね。前回覚醒ガシャ。
まあ、それなんだけど、まあ、どっちも、まあ、言って、そんなに引かなくていいかなと思ってますけどね。まあ、かっこいいからな、赤悟空に関しては。まあ、引きたい人はって感じだけど、正直、環境トップクラスの強さかって言われると、もう、環境トップでは全くないんで、うん。その辺は、おのおのの判断で引いてみてください。はい。そんな感じかな。はい。あと一応このね、なんか100億パワーの戦士たちのね、イベントも、11月16日までで、全部解放されて、石が全部で1000個もらえるっていうね、もうマジでこのゲーム石相当配ってるんでね、言って石配ってるんで、まあ、これもね、一応攻略できるように、解説動画とか出そうと思ってるんで、よろしくお願いします。なんか新しいフラグメントも来るらしいですね。まあ、これは、あんま強くなさそうかな。うん。あ、こっちはどうなんだろう。回復量上がるのか。まあでも言ってそんな両方強くないフラグだと思いますね。はい。こんな感じかな。あとあれだ！もう一個！ゆるレジェ！ナイスゆるレジェ。時間、あと2分稼がせてもらいます。ゆるレジェがね、11月17日に、10時から。あれ、前回って11時からだっけ？まあいいや、10時からまたあるということで、まあ前回あれですね、トシと、ユウさんが、戦ってたこのゆるレジェがね、11月中旬に予定しているアップデート情報をお届け、そして最後にはとっておきのお知らせもあるということなんで、すげえ楽しみですね。はい。開発秘話とかはまああれなんですけど、11月中旬のアップデートの情報をお届けするということなんで、まあ3日後、11月17日なんで、火曜日か。火曜日に、夜に、ゆるレジがあるということで、まあこちらもね、情報とかまとめて動画に速攻しようと思ってるんで、よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ストーリーのミッションクリアしてください。お疲れ様でした。さよなら。